出走表、それは番組と呼ばれ、日々私たちの予想を楽しませてくれるボートレースにおいてとても重要な要素の一つです。ボートレースの番組は各競艇場にいる番組マンによってルールの中で公平に作られています。しかしそこには人間が作っているため、どうしても市場や意図が存在します。今回は番組マンの意図と競艇場の思惑について解説したいと思います。この動画を見ることで、特定のレースにおいてその展開の読みが容易になるかと思います。申し遅れましたが、どうもシトです。今回は番組マンの意図をテーマに説明していきます。公式配信などでは諸事情で伝えられない内容も話しているので、ぜひ最後までご覧ください。まず大前提として、私たちが理解しなければならないことがあります。それは競艇場が売り上げを最大化させるために業務を遂行しているということ。競艇場における売り上げは船券の売り上げが大多数です。そしてその船券を買ってもらうために必要なのが出走表であり番組です。いわば番組とは競艇場にとっての商品と言ってもいいでしょう。競艇場からその重要任務を任されているのが番組マンであるため、そこに意思や意図が反映されるのは必然です。競艇場は常にどうやってお客さんに船券をたくさん買ってもらうかをルールの中で考えます。そこを理解していないと私たちは常に養分まっしぐらです。ではどのようなレースに意図が隠されているのか、その答えは続いての項目、売上を上げる方法でご説明します。競艇場が売上を上げるにはどうすればよいのでしょうか。その方法はボートレース70年の歴史の中で研究され、すでに答えにたどり着いています。それは鉄板レースを作ることです。鉄板レースとは、いわゆる A1 級を1号艇に配置したイン逃げ鉄板番組、さらに2号艇にも A 級がいれば1221の鉄板レースが完成です。ボートレースファンからしたらそんなレースつまらないと感じるでしょうが、このようなレースの売上アップ効果は絶大です。その理由はオッズにあります。鉄板レースはオッズが安くなります。1-2-3で3倍などザラですね。その場合、船券購入者はどう考えるんでしょうか。1点に100円では儲からないので500円買おうなど、普段買っている金額より大きい金額を投資するでしょう。バックが少ない分を厚張りでカバーするのは必然です。競艇場は結果が本戦決着だろうが穴決着だろうが利益が変わることはありません。売上の 25% が利益になるため、本命鉄板レースでいつもより少しでも多く購入してもらうことが利益の最大化に直結するのです。売上を上げるもう一つの方法として、人気選手の斡旋があります。ボート界最強レーサーである峰竜太選手が出走すれば、たとえ一般戦でも売上が億単位で変わるのは皆様もご存知のことでしょう。人気レーサーはその勝敗に関わらず、ファンが船券を購入するため売上が上がります。理論は前項の通りですが、売上が上がれば結果問わず利益も増加するわけです。例に挙げた峰選手の場合は、人気&実力も備えるため、彼を1号艇に配置した番組は競艇場にとっての最高の商品になるわけです。近年では女子レーサーの人気も上昇しています。女子レーサーの場合は実力だけでなく顔ファンなどアイドル的要素も相まってファンが多く、いわゆる推し活の一環として船券が買われます。女子戦を組むことも競艇場にとって最高の商品になるわけです。ただし女子戦は年間に組める回数が決まっているので、毎節女子戦ということはできません。なので混合戦などで女子選手を斡旋し、その他にも特徴的な選手を斡旋することで売り上げを上げる方法もあります。少し特殊ではありますが、最近では藤山翔太選手、菅文也選手、高田光選手、堀之内清子選手など伸び特化の選手を斡旋して売り上げを作る傾向も見られます。こういった選手は前項のイン逃げ鉄板番組ではなく、角戦や大外からのまくりを狙う展開が想定されるレースに組まれることが多いです。上記のような選手が節間何度も角に配置されるのを見たことないでしょうか。その時の1号艇と角受けの3号艇に注目してもらいたいです。大概が B 級選手や F 持ち、スタートの遅い選手が配置され、いわゆるまくってください番組になっています。なぜならそうした方が売れるからです。4角まくり鉄板レースというのも最近のトレンドになりつつありますね。ルールの中ではありますが、あまりに露骨な場合もありますので、注意して展開を読んでください。ナイターの11レースと12レースに隠された重要な意図を皆さんご存知でしょうか。実はここにもレース上の意図が大きく絡んでいます。ナイターの11レースは本命決着がしやすい、多くの人が的中を体験しやすい番組作りになっていることが多いです。
データを取ってみるとナイター城の一番人気的中率が過去4年間の集計で 11.4% なのに対して11レースだけ見てみると 14.1% と数字がぐっと上がっています。これはなぜなのか。それはその日の最後の12レースにかける資金を一旦お客様に返す目的だからです。11レースで当たったら12レースにその分を入れるのが客側の心理。ましてやその日負けていたら最後に収支をまくるため11レースの払い戻しプラスアルファで12レース勝負することはよくある話でしょう。何度も言うように競艇場は購入額に比例して売り上げが上がります。多くのお客さんに長く最後まで遊んでもらいたい競艇場からすると11レースは12レースの資金を作ってくださいねという意味なんです。なので11レースと12レースはある意味つながりのあるレースということなんですね。ナイターの準優勝戦を11レースで終わらせるのも実はそういう意味があるとか。11レースに当たったら勝ち逃げも一行しましょう。そして最後にご説明する項目がドリーム戦と地元戦です。皆さんは初日ドリーム戦がどうやって決められているかご存知でしょうか。記念レースなど勝率順など決まり事もありますが、一般戦などの基本的な考え方は優勝戦と同じメンバーを組むことです。一体どういうことか。簡単に言うとその節間メンバーで最も売り上げが上がるだろう最高の番組を作ることです。そしてそのメンバーが予選を勝ち抜き再度同じメンバーで優勝戦が構築される。それが競艇場にとって最も売り上げを上げる方法になるのです。したがってドリームメンバーが優勝戦に乗るように予選も優遇され番組が組まれることが多いのです。ドリーム戦の天増しもこういった理由があるのだからだと思います。天増しとかよく考えると公平性低いですよね。その他地元選手は人気があるため陰線に組まれやすくなったり勝ちやすい番組も散見されます。そこもよく注意しておかないとひどい目に遭うこともありますよね。今回は番組マンの意図について解説してきました。今回の動画の要点を改めておさらいすると、競艇場の目的は売り上げを上げること、鉄板レースが最も売り上げが上がる、人気選手の起用が鍵、まくり特化選手の優遇には注意、11レースと12レースの関係性に気をつけろ、ドリーム戦は仮想優勝戦である、地元選手の優遇には気をつけろとなっております。今まで知らなかった内容も含まれて衝撃を受けた方もいるかもしれませんが、これは全てルールの中で公平に行われておりますので、こういった情報を知ってぜひご自身の船券予想の役に立ててほしいです。また競艇場も売り上げを優先するがあまり少額で楽しんでいるファンの存在を忘れてほしくないです。ボートファンは1レースに何百万もかけられる金持ちの本命党だけではないのです。穴党をワクワクさせるような番組、金額の大小に関わらず多くのボートファンが楽しめる番組作りにこれからも尽力してもらいたいですね。この動画がためになったという方はチャンネル登録高評価をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回別の動画でお会いしましょう。それでは。